来た。よし。効かねえ。距離取りつつなよ。これじゃ弾ねえかんな。プレイボール、さえろか。今日もこちら、バイオハザードガンサバイバー3人称視点やっていきます。はい。まあ、いろんなところを回ってましてね、まだアイテムとかゲットして、とりあえず鍵とかね、あのメダル、ね、大鷲のメダルとか、大鷹のメダルを見つけに行こうっていうね、狼か、狼って大鷲だ。はい。で、思った以上にちゃんと3人称視点になってて、まあ、全く違和感ないですね。ただのこのね、あの、記憶喪失の男の子の物語で、ガンサバイバーとかじゃなくてね、普通のバイオハザードとしても、成り立つようなぐらいのクオリティになってることに驚き、ファンね、ファンアートにしてはね、まあ一個のゲームとしてちゃんとできてるなーっていう風にやっていて思います。さあ、リッカーとかね、ハンターとかも出始めて、で敵も強くなってて、前回どこに行こうかなーっていう感じで終わってたんですけど、多分ね、あの、変わってますね。本来この3つのうちの1箇所どれか行けば先に進めるんだけど、多分全部行かないと進めなくなってるんじゃないのかなっつう感じだ。とりあえずこっち見よう。病院。さあ、始まった。サイレントヒルで。病院。起きた。あ、イベントや。I won't allow you to escape. You're going to pay for what you've done. どこに逃げようというのだって言ってるの。何かを出しましたよ。ヘリコプター？ヘリコプターだと？ No. The cleaners have already arrived. They must want this mess taken care of very quickly. ほう、生きてたんですね。なんかあの、アーク・トンプソンっていうドッグタグ持ってた男は生きてると。ヘリか、もう来たかみたいな感じでね。さあ、これバイオ3の病院っぽいね。電話ボックスがあって。お、弾きたー。お、30発いいね。さあ、病院って俺普段怖くてあまり行かなかったから何があるかは分かんねえ。まあ、行ってみれば分かるけどな。さて、じゃあ、電話ボックス。病院怖いですね。どうせろくなことがないはずだ。病院だし。ゾンビだ。イエイ。日記を、日記を見つけないと。まずは日記探しでね、この病院の状況判断よ。エレベーターか。ガンサバイバー原作の方でもね、多分病院は1回しかやったことがないかもしれない。銃を取るために周回プレイで1回やったぐらいで、そんな好き好んでいかなかったですね。どっちかといえばゲームセンターか図書館を多めに行ってダメージですね。けい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 。よし。節約。おっと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 。組み合わせハンドガンで。よし。弱いゾンビ。おお、 MRE。 This is カート。 CT するやつだね。 CT と、お、救急スプレーだ。やった。やべえ、アイテムボックスいっぱいだな。初めて救急スプレー来たな。救急スプレーいいぞ。だ、全部回らせてくれる感じですよ。なんだこれ。コントロールプランパネント使ってみますか。はい。システム、はい。ザ・パワー、バックアップジェネレーターを動かしますと。はい。パスワード。6253。来た。あそこのパスワード。前回のところのパスワード、これだ。6253。パワージェネレーター。はいはい。6253で。お、弾ないかな。ないか。ブルーハーブ。打てないね。6253。ユーズフル。もう CT スキャナーだよ。今は使う必要はない。6253。ちょっとメモないとな。6253メモとか。ちょっとメモります。あっさり見つかったな。6253。
し、メモった。6253メモってもうすごいアナログでね、みんなからじゃないか分かんないけど、生放送じゃないかっていうカットはしない。よし、こういうリアリティを初見ですからね、このモードはね。復活作やった。あれ復活してる。いや、もったいない。弾もったいない。復活っぽいな。こっちも行ってみよう。日記ありそう。白石さん。お、インクリボン。お、セーブか。セーブあるじゃん。おっしゃ、来た、アイテムボックス。これは熱い。ちょうどアイテムいっぱいあったんだよ。ちょっとアイテム開けて、救急スプレーめっちゃあるな、病院だから。こんなあったかな、回復。ないよな。2個。まあ、まだいいかな。まだ始めたばっかりですからね。実質まだ5分くらいしかやってないから。さあ、この病院はでもアンブレラ系だからね。麻酔やその他化学物質の保管がされてると。はい。本じゃないな、ここは。薬が置いてある場所だ。さあ、進んでみよう。ゾンビの音。あ、日記ある、日記。やった。日記好き。自体が弱いな。引っかかってんぞ。なんだ？どこ？え？これどこおるの？もしもーし。バグった。怖い怖い怖い。え？嘘。バグっちゃったかな、これ。うわ、セーブしてよかった。帰っ、あー、帰ってこれた。帰ってこれた、よかった。あ、よかった、帰ってこれた。まあ、そりゃそうだよな。まあ、主観視点を軸に作っていけばした。裏に行ってたのか、俺。あっち側の。そこの裏、そこの裏にもなんかあると。こっちの裏に行ってたのか。オッケー、じゃあちょっと意識して行ってみるか。アイテムあるかもしんないからな。あ、いけた。アングルが良くなかったのか。お、弾だ。よし、いいね。さあ行きましょう。みんなのお楽しみ、日記。こんなゆっくりとね、ガンサバイバーの日記読むことあんまねえからな。患者のカルテ、はい、はいはい、カルテですね。ウィリアム・J・スミス、17歳、180cm の 72kg。体調が良好、状態がだるい、薬、朝食ごとに精神安定剤 10mg を摂取、毎食、夕食の時に、ハルシオン 5mg を投与。はいはい。ジェニファー・キャンベル、女性、18歳、165cm、47kg。痩せてるな。体調がいい。精神不安定。彼女が入院して以来、長い間監禁されていた彼女は非常に疑り深くなっていると。はい。疑り深くなってしまった。彼女は滅多に、食事を食べないので、薬物を投与しても効果があまりない。飲み水に精神安定剤を入れた方がいいかもしれない。人体実験しますね。はいはい。横田良二、日本人ですね。横田良二さん。177cm、59kg。MRI 検査の結果、肺小脳に、腫瘍がある。商品としては無価値。やっぱり人体実験、アンブレラの。カレリナ・アルバチャハカフカ、17歳、155cm、43kg。精神良好、体調良好、毎食ごとに、精神安定剤 10mg をスープに入れると。はい。だからもうなんか、ずっと閉じ込めて何か精神的な汚染をさせてたっぽいですね。わお、恐ろしい恐ろしい。階段だ。行ってみるか。さあ2階は、そろそろまたリッカーとかハンター来んじゃないかな。いない。面白いな、ガンサバイバー。主観じゃない方が、主観、こっちの方が楽しいんじゃないかと思ってたよ。ガンサバはガンサバでやり込み要素があってよかったけど、銃もいっぱいあってね、弾無限だしな。うわ、ガンサバ原作は弾無限なんですよね。こういう弾節約の戦略とかがなかったんで、一アクションゲーム化しかな。ゲームとしてはやっぱこの弾節約してこういう感じの方が楽しいな。ストーリーもね、やっぱりその2のすぐ後、
前回のすいません、俺パートで、ね、1週間後とか言ってたけど、あの、1ヶ月後とか言ってたけど、あの、ラクーン事件から、約1週間後ですね、これね。近いんですよね。ラクーン事件後すぐ後なんで。あれ？切れねえぞ。しもーし。藤見か？藤見さんか？うん！見て！え、出て！びっくりした！いった！さあ、血が飛び散っているよと。めっちゃ救急スプレー出るな。回復だけか。他は特になんもないのかな。はいはい。ま、あ、ほんとなんもない。ベッドに血が飛び散っている。はい。OK。まあ、3の病院ほど怖くはないな。今のところ。お、行ける場所いっぱいだな。で、来たのがこっちか。よし、じゃあ一軒一軒ちょっと探っていこう。お、やった、ショットガンの弾だ。でもこれ来るっつうことは、やべえの来るってことだよな。ショットガン持ってこう。ハンターか。3の時ハンターいたもんな。ロッカーに鍵かかってる。全部閉まってるかな。オッケー。ブレーカー。ちゃんと施錠してて偉いね。エレベーターの電源だ。動かしますか。はい。おっと、十分な電力が供給されていない。はい。地下に行く別の道を探す必要がある。あ、はあ、ははあ、だ、多分原作だとここでエレベーター動かすと、あのエレベーターで地下に行って先進めるんだよね。でも今回はね、3つのルート全部行かなくちゃいけないから、エレベーターが使えないことになってんだ。それで帳尻合わせてる感じかな。ごめん。ヘッドショット。やったぜ。さ、ゾンビくん、たまに余裕がある感じはない。カードリーダーっぽいのがあるな。せいせいせい。お覚悟。かた。よし、ハーブと。ハーブだけか。もうカードリーダーなんかありそうかなと思ってないな。ハーブ部屋ですね。よし。さあ、病院、病院。さらにこの奥も。まあ、全部いけるね。いける場所いっぱいあるね。せい。レッドハーブだ、いいね。あ、でも取れないか。よし、弾を。あと2発ね。じゃ使っちゃおう。ちょうどぴったり。で、使い切ってと。回復だらけ。ナイフだけで全部いけるんじゃねえかってぐらい回復が。ハンターとかもナイフでいけんじゃねえか。これナースコールか、カードリーダーかと思ったら。ナースコールっすね。よし。さあ、3部屋調べて、エレベーター動かなくてと。これなんだ？手術室。全部鍵開いてる。なんだ？手洗えば？おう、どうも。パイプワールが弾がなくなってきたぞ。で、ロッカーには鍵がかかっていると。おう、オープニングルーム密閉されて開けることができない。ダメか。まあ、手術中ですね。手術中。エレベーターで、パワーがないと。なるほどね。だからまあここまでだな、病院は。まあ、パスコードを知れただけよかったな。パスコードを知れた。または地下に行ってエレベーターを起動させなければいけないかもしれない。
そういうことかな。6235で、あそこの地下だよね。あれを起動させろと。広いな、病院も。じゃあ次、ゲームセンター行ってみるか。ゲーセン、ゲーセン。ちょっとアイテム預けよう。一回アイテム預けてセーブしよう。回復こんなにいらないしな。で、セーブ。ゲームセンターは多分機動性の高い敵が出てくるから危ないんだよね。特殊部隊が来たはずだ。ヘリが来たなって、多分そのヘリですね。さっき来たヘリの人たちが多分乗ってる。まあそれはね、パンデミックなんか起こったらそれは消しに来るわなっていう。ウイルスの成果を調べに来てるやつらとか、まあ情報欲しい人とかね。まあ、都合悪いですからね、その生存者がいる状態でこれ逃げ出させたら。ここだよな、エレベーター。ここでな、バッテリー起動できればエレベーター起動できないけどな。ダメなんですもんね。ちょっと一回、もう一回チェックします。コントロールプライド、はい。で、これがシステムに対して、ここではシステムに対して不十分、はい。十分エネルギーが足らないと。バックアップジェネレーターを使用しますと。はい。そうだね。やっぱり地下だな。この地下で起動してくれと。6235。まあ、行ったり行きたいだね。まあ、先にじゃあゲームセンター行ってみよう。で、どうしたらクリアなんだろう。難しくなってるね。普通に難しい。こんな、原作はそんなに難しくない。ただね、一本道を無限弾でバンバン敵を撃ちながら、まあ突き進んでいくっていう感じのゲームなんですけどね。謎解き要素入ってきてますね、こっちの三人称視点版は。本当に普通のバイオハザードのゲームになってるわ。よきよき、こういうのよきよき。あれ、じゃあやっぱ電力バックアップか。じゃあ行きましょう。まあここは動画カットですね。カット。さあここだ。6253、6253、おー来た。さあこれで電力が復旧されました。じゃあこれで病院のエレベーター使えるのか。え、ほらこんなの本来ないけどね。非常スイッチ、はい。じゃあこれでジェネレーター動いた。またこれで病院に戻るんか。めんどくさ、戻ります。ここ開いてねえよな。そしてここでエレベーターのスイッチを入れますと。あ、来たエレベーター。さあ動いたぜ。2回も入れちゃうよ、気合入れて。さあ来た来た。ちょっとダメージ食らってるけど、まあいいでしょう。で、え、あれ、エレベーターまで来るまで戦うんだっけこれ。え、たまんねえぞこれ今。ちょま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 、うん、いて。エレベーター、エレベーター、エレベーター。テイクアウト。まずはあのモンスターを倒さないと。マジか。ショットガンでいける。これハンドガンね、当時無限だからいいけど、きついぞこの弾数で。弾足りっかな、ナイフなっちゃうな。金、まあ、距離取りつつんだよ。これ以上たまねえかんな。一旦回復しよう、怖いから。一旦回復かけて、いて、撃たれる瞬間遅くなる。よし、勝ったー。いや、もっと弾くれ、弾くれ。そんなことになるとは。弾くれ、よっしゃ、来た。持ってた、ちゃんとタイランド持ってるんだ今回も。2と同じじゃねえか。よーし、でこれでエレベーター来てくれた。でどこ行くのよこれ。地下ゾンビ、玉ねぎがナイフだな。うーん、よいしょ。よし、うーん。
えい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 、うぅ、やべか、うぅ、手前のやつはショットガンいくか、ショット弾持ってないけどね、うぅ、これスーパーゾンビが硬いな、うぅ、マジか、ナイフ全然引かねえ、スーパーゾンだこれ、うぅ、ワンのスーパーゾンじゃない、え、マネ来てる、やっぱりそうだ、スーパーゾンだ、うぅ、おお、それは勝てるわけだ、うぅ、よし倒したー、お玉来た、違う、メダル、オオカミのメダル、はい、オオカミメダル、おう、でここや、でここに出るんだ、メダルだ、でここでもう一個か、来た、あと一つってことで、あれか、アーティファクトのキーか、アーケードキーってアーケードゲームってことか、でこれでアーケードキーを使ってゲームセンターに行ったらもう一個のメダルあるんじゃないかな、それや、よし、ゲーセン行こう、ゲーセン、アーケードってそういうことか、分かったぞ、謎は全て解けた、いや、テーランと来るとはな、まあ、実質こいつがラスボス的なポーチだったのかな、今思うと、この後アーケードを考えてないとさ、よし、ゲーセン、ゲーセン、さあ突破見えたぞ、下水道の、下水道突破見えた、まあ、下水道を越したらもう後半戦ですからね、物語は町突破になるからね、帰るのが長い、こっち一回セーブしようかな、テーラント倒したことだし、インクリボン少ないけどね、これからやつらと戦うとなるとな、これだな、このアーケードキーを使えばいいんだな、よし、でラストセーブ、これだな、よし、これが多分ゲームセンターの鍵なんだろう、何の鍵かなと思ってましたけどね、初めね、ゲームセンターに鍵かかってるっつうことはそういうことだ、溶ける敵がいるんだよな、あれが気持ち悪くてね、結構ガンサバイバーのトラウマなんですよね、溶ける敵がいるんですよ、この先に、まあ、原作通りだったんで、あれがマジで気持ち悪い、ここだ、やっぱりそうだ、ゲームセンターで、弾ないかな、ハンドガンないんだよね、弾がね、弾が、ナイフで勝てるかな、これ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 、懐かしい、まあ、処分しに来るやつらよ、こいつらマジ気持ち悪かったな、銃撃ってきたしなかったな、これ以上この町に証拠を残すからいかない、アンブレラのために全てを尽くすのである、行け的な感じだったはず、ハンクとかのまた下っ端部隊でしょうね、ハンク系の処理部隊を、これ人間なんですよね、うっ、いたいた、あいたもう来てるもう来てるもう来てるイベントで、うわ気持ち悪い、腕取れてるし、バイオ系で数少ない人間とバトルっていう、来た、よし、やばい、ショットガン2発持ってかれんな、弾全然足んねえぞこれ、強いな人間、さあゲーセン、ゲーセン、セーブしてよかった、いるね、え、首なくなって生きとるけど、硬っ、ショットガン一発耐えるな、どういう訓練積んでんだよ、首なくなって走れるとか、ちなみに原作は首飛まずにね、首とか飛ばずに溶けますけどね、一発で、ゲームセンターのメダルをゲットした、はい、
どういうことやねん。はこいつね、本来ね、原作はハンドガン一発ぐらいの耐久しかないね。でもそれめっちゃ速いから、ババババババーとかマシンガン撃ってきたりとかして結構強かったんだけどね。硬くなったら大出世やん。じゃ、こっちか。いた。足もげてる。足もげてる。えぐ。攻撃すると固まるか。ナイフでもいけんじゃねえかな、意外と。硬直がありますね。ナイフで切ると硬直するな。ゲームセンター。えぐいから切るか。まさかの人間 V 破壊っていう。さっちか。そんなにでもね、ゲームセンターは、ステージ的には大きくなかったはず。さあ、ここだな。やっぱりそうだ。はめれる。あれ。下押した。そう。テクテクするな。ナイフ弱点だな、これ。全然ナイフできるやん。死にたいんだろうな。ラクーンシティのもう壊滅してるしな。うん。もう A はこの仕事ってなってんだろうな。もう人思いにやってくれよと。全然人思いではないけど。これスロットできないな、スロットな。あ勝った。フィーバー、フィーバー。なんか知らんけど、メダル入れたらメダル出てきたんだけど、こんなのあったな。こんなのあったか、原作も。買っちゃったよ。メダル入れたらメダル出ましたよ。なんか演出があった気したけどね。おい、楽勝あったな。いる？顔向かないからいないか。BGM 怖いな。ここでマンホールオープナー使えても降りれるんだ。しまった。オープナー持ってきてねえな。まあ、いっか、病院側から降りればいいや。ここでオープナー持ってると、ショートカットで地下に行けるわけね。まあいいでしょう。カジノあっさりメダルでクリアと。コインを入れたら動きそうだっていうから入れてみたらもう。こんな短かったか、ゲームセンターは。懐かしいっすね。じゃあ時短狙うタイムアタックするならゲームセンターがいいって確か攻略本に書いてあったはず。病院が一番長いんだったかな。病院が一番長くてタイムアタックをするんだったらゲームセンター、まあ、敵は強いんですけどゲームセンターが一番時短になるっていうのはなんか覚えてるぞそこは。よし地下行こう。でこれで3方面から地下に行けるようになったんだね。本来はこれ1箇所だけ、何度も言うとね、1箇所だけ行けばいいんで、この3つを全て攻略する必要はないけど、まあこれ全部楽しませてくれるっていいですね、このモッドは。さて、で、これでもう下水突破で後半戦だ。後半戦突入。まあだいぶね、特殊部隊で弾を温存できたんで。で、こっちやな。で、その先に確かなんかボスキャラがいたはず。で、エレベーターの方が近道でしょう。ここ開いてねえかな。電気通ったから、ここのドア開いたんじゃないかな。大扉。開かねえや。反対側から開かかってると。さあ、これで地下行ってと。で、死体安置所。死体安置所の横に発電室があると。今思うと、この発電室、分の下だったんですね。よし、来たー、ここだ。この壁は記憶になるぞ。さあ、使った。よし、揃ったー。で、このメダルを使って、えおう、アンロック、ドアの鍵が開いた。行くぜー。さあ、ここで。お出た、キッズ。あったなー、こんなの。ここで子供出て、あーって言って逃げるんだよね。あ、終わっちゃったよ。え？ここまでなのか、今作られてんのは。To be continue。 あ、途中なんですね。ありがとうございます。続く。うん、はい、開発者。はいはいはい。おメイクねえ、
サポートをしてくれてます。おお、テロップが 3D モッド、はい、ユニコミックさん、おハンターとかの 3D モデル、はい、アンドリューコイテさん、はい、おー、いろんなとこ結構みんな作ってますね。特別サンクス、はい、お二人に対して特別サンクスので、おー、お待ちしてます。終わっちゃった。あ、でも、あ、ここからがね、大どんでん返しでストーリーが面白くなるとこなんですけど、いやー、まあ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 、まあそんな一気に作れるもんじゃないですかね、ファンアートなんで。いやー、面白かったということでね、まあもちろんね、次ね、続き出ましたら実況しますんで、その時もぜひお楽しみに。ね、また、バイオハザード、ガンサバイバーの世界でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。